今我々は今まあ海沿いに海沿い、はい、海沿いでもまあ来ちゃうか。え場所が分かったら来ちゃうかみたいな。いや別に生配信してるわけじゃないから生配信じゃないです。暑いね。ヘリがあんなに低く飛んでる。あれ今着陸するんじゃない？そうだね、そこに着陸。あ、基地があんの？あれそのようです。ここですね。あ、まあ、あっちが葛西臨海公園で、ね、次は夢の国がここまで上がるということで、すごいね。はい、終わったね。久しぶりに乗りてぇな。乗ったことはあるでしょ、こんだけ生きてきたら。え、ないの？ないよ。乗ったことない人間になってきた。低く普通の人は乗ったことねえわ。ヘリくらいだって一家に1台。おめえ高スプリに行くか。やつやつ、ね、今日ちょっとねあれですけど、緊急で動画を回してみようなんですって。何ですかね、 YouTuber っぽい。何ですか、俺 YouTuber じゃないっすよ。え、俺は YouTuber じゃない。私が編集してるから私が YouTuber ですかね。あれですね、ちょっとこれをね、はい、上海で行かれましたよね、この前。また何回目ですかね、今年中国行かれたの。今年はもうまだこの後も行きますし、うん、あ、そうなんですね。上海、はい、まだ行かせていただいて、いや、そのね動画をですね、はい、ちょっと上海のね夜散歩されましたよね。お、覚えてないですね。でその情報をですねちょっといただきまして編集しましたので、ちょっと見にくいかな、ちょっと光の加減で、見やすい感じの、ね、あ、はい、これこういう風に見るんですか。で、はい、見えますか、大丈夫ですか、照明の加減。照明じゃない、あの太陽光がこれで一番明るいですね。はい、じゃあ温泉温泉もガッと上げてもらっていいですか。最大音量、はい、どうぞ。中国にやばい、やだやだ、ガキアラが来て、いいんですか、フォー、何言ってんのこいつ。中国にガキアラが来ていいんですか、フォー。いいんです。やめなさいよ、っていうことは。ガキアラが中国に来て、いいんです、フォー。これはダメでしょ。これダメですか。これ流していいんですか。いいんです、フォーじゃないの。はしゃいでんな。大好きなんだな中国な。こいつこいつ中国大好きなんだな。おマジ何やってんのこいつ。やばいよ。なんかいい感じの繁華街盛り上がってるね。ここら辺はね、日本人のお店がね、めちゃくちゃ日本系のお店がいっぱい出てるところだったんですけど、そう、日本のチェーン店とかもあって、すごい呼んでくださるじゃん。盛り上がってますね。いや、いいですね、盛り上がってるよ。ヘリも飛んでるな。日本に青いだ。これ焼肉って書いてある。そう、全部ね、そう、日本のお店が、日本語か、日本語がもういろんなこう連なってて、何日日本の、え、ありますか、何日あるの、知らない、何あって、こっちも恵比寿、ここなんか日本人街なの。あ、そうかもね、日本人街なのか、日本人を日本のお店さ、いいぞ、今のところまともだよ。今のところちゃんと日本語してるよ。ケイさんじゃん。ハロー、久しぶり、どうですか今の4の下り、最初のあたり、なんか
スが知り合いだと思うと気持ち悪いよね。なんかネタも古いし、ちょっと声の音量もちょっと、うん、街中なのにちょっと大きくなっちゃってるし。でもまあ声通りますからね、うん、声通るじゃん。あいつなんかやっぱり身内にいたらすごい恥ずかしい親戚だなって思いますけども、まあでもなんかすごい楽しかったんだろうね、上海がね。この、うん、今動画始まった時は何本か入れてらっしゃるんですか？お酒はですね、実はその前に、お食事会がございまして。あ、なるほどなるほど。たらふく。あ、たらふく。中国は、上海料理だったりとか四川料理だったりとかをいっぱい食べさせていただいて、チンタオビールをですね、いただいたんですけども、最初に来たチンタオビールがぬるぬるのぬるで、っていうか常温だったんで、あのビンダビンダっつって、ビンダって冷たいって意味です。ビンダビンダビールビンダビールちょうだいっつって言ったんですけども、ビンダビール冷たいビールは全部出計らってしまったということなんで、ビールに氷を入れて飲ませていただいたんですけど、これがまたね、チンタオビールってちょっとそのあっちの気候で作られているから、ちょっと薄めなんですよ、アルコール度数も若干多分薄いのかな、低いのかな。だから氷入れてもすっきり飲めるのよ。なるほど。だから日本のビールに氷入れるってもうちょっと地獄じゃないですか。ちょっとなんかね違いますね。だけど、はい、あっちのビールは逆に飲みやすくなって氷入れてもありなんだっていうのにびっくりしました。で、まあ進んじゃったと。進んじゃった。進んでそれからの違うんですよ。え、5、6本飲んで、あの他のね役者陣も飲ん で、でその後にリハーサル行かされたんですよ。この後に会場に行ってリハーサルやりますって。もういい感じにふわふわな俺たちが壇上で、はい、よろしくお願いしますっつって、これは使っていいんですかね。大丈夫だ、全然大丈夫。それだってそれはお食事か、そうじゃないと会場がそのタイミングで開かなかったの。なるほどね。先にご飯を食べないと、リハーサルやってからとお店が閉まっちゃうの、どこも。ああ、なるほど。で、あのリハーサル終わって解散っていう風になった後に、あのいつも中国だったりとかで お世話になっている、あの皆さんが、かけらさん、上海にいらっしゃるんですか、っていうことで呼んでくださって、で、上海の夜ご案内しますよ。で、この町に。なるほどね。呼んでくれたのよ。なるほど。だからすごいある意味、なんつうのかな、そのちょっとなんか幸せじゃん、海外で、で海外にいるお友達が夜誘ってくれるってさ、なんかそのお食事会は明日いいイベントにしましょうねっていう、そういうなんかあの決起会、でそれはそれで楽しいんだけど、そのまた違う意味での仲間が呼んでくれる、あ、俺たちって嫌われてないんだっていう、むしろ好かれてる、大切にしてくれてるんだっていうのを感じられて、はしゃいでいる絵です。なるほど。はい。決して、なんかいつもこうじゃないです。あと、勝手にカメラ回されてるから、なんか、何かしなきゃみたいな感じになってます。あ、そうですね。あの出ないと、ふおーなんてやんないじゃん、ね。そうですね、責任感がね。そうですよ。だから疲れるんだよ、俺は生きるのが。放置してよ、俺のことなんて。ほっといてくれ。そんなこんなですけど、じゃあ汗を拭い、暑いですからね、今日も。だって今35度でしょ、いや水分補給もしてもらって、水分補給はい、じゃあ続きの方を、じゃあね、はい、どうぞ。いや、もう怖いよ俺この続き、これ何やったのか覚えてないもん。あ、そ、もう覚えてない。いや、もう覚えてないっつうか、俺だから、まあそうですね、2軒目なのよ。そうね、じゃあ覚えてないゾーンに今から、はい、突入です。どうぞ。いや、とにかくまず見る前に、俺は幸せをかみしめてるってことを感じてね。日本ではこういうことしてないからね。なるほど。もうこうなってんじゃん。こうなってんじゃん。イコラ中華。もうやだ、片言になってる。ねえ。ニコラシカ、中国に来てまでニコラシカが出るとは思わなかったよ、俺は。本当にもうびっくりしたよ、これ。ニコラシカって知ってる？知らない。分かってるよ。もう何やよこいつ、ね、一人で何、ね、この上にね、分かってるよ、ニコラシカってそうだよ、レモンの上に砂糖を入れて口の中に入れるので、カミ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 すんのよ、口の中でその汁をつかーって砂糖と混ぜて甘い汁にすんの。これ飲み込んじゃダメよ、これを一緒にこのこれ
これ なんだっけな、ブランデーだ、飲み込んじゃダメ、飲み込んじゃダメって言ってる、うん、噛んで口の中で含んだままよ、飲み込んだらアウトよ、うん、で肉らしかをそのまま肉らしかブランデーをポッてって口の中で混ぜます。同じことやってんじゃん俺。そうですね、そうですね。ごく、ごくずれ。よかったです。ここね。カラオケルームなの？もう、うん、そうそう、あそこからカラオケルームなの？どちらかっちゃってんじゃん。歌の方が興味があるらしいです。カラオケ行く。あった本番だろお前。カラオケ行く。カラオケルームあるんだ。カラオケルーム。楽しい夜はまだまだ続く。続いちゃいな。ちょいな。ちゃいなだけにね。ひどい。ひどい。はい。はい、じゃあここまで、まあ、とりあえずこう上海のバーでね、ちょっと中国のねお世話になってるスタッフさんたちと。飲まれたということで、ひどいしょ、つついちゃいな、ね、ひどいっすね、ね、チャイナだけにねとかああいうの入れなかったな、なんかサイチャイナだけにねとか、ね、なんかそういうのにしとけばよかったのにな。ちなみにあのサイチャイナのタイトルは僕がつけたんだよ。そうですね、うん、歌えますかねツアーでね、今回のツアーで、ね、どうでしょうか、でも冬だしな、そうですね、なんか冬に咲いちゃいなって、まあでも吹いちゃいなさい、あ、いや吹いちゃダメよね、もうね危険だしな、ね、まあでも人気曲ですからねあれもね、人気あんのあれ、ありますよ、はい、カップリングでしょあれ。はい、自分の曲。カップリングでしょあんな曲。いや人気ありますよあれは、もう最初ピアノ1本でユースケ作ってきやがって ねチャララランランランチャララランランラン、ほんとピアノ1本どうしたどうしたどうしたみたいな、様子がおかしいぞ、話したくないことはチャランチャラン、うわ暗い曲、怖い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 、一気にサビのところでパーンって、ね、春風に、ちょっとちょっと違うな今の、ちょっと違うな、春風に、あのライブ見たことない人とかね、ちょっとあれって思いますよ、こういう曲でした、画面揺れました今、春風に。なこいつもうダメじゃん、もうダメじゃんこいつ。信じられるか？え？明日から本番なんだぜ。信じろよ。信じられるか？もう一回言うぞ。明日から本番なんだぜ。信号ないんだぜ。怖いんだぜ。怖いんだぜ、もうレベルの低いすぎちゃうんだよこれも。ワイルドだろ、ワイルドじゃねえよ、やめなよ、ワイルドだろ、やめなよ、カキちゃんワイルドだろ、細い腕出すのやめなよ、カキちゃんワイルドだろ、カキちゃんワイルドだろ、もうちょっとやれよ一生懸命、カキちゃんワイルドだろ、あれ終わり、終わり終わり、俺マジさ、これ全部2010年代くらいだよね。そう、4から始まり、そうですね。ね、ワイルドだろうで終わり。はい。どうしたんだ。私もね、これ送られてきて、これどうしたもんかと思いましたよ。やばいよね。だからもう謝罪ですよ。これどうなんでしょうね。やっぱりあのこのツアーとかね、そのライブを楽しみにされてるその明日のトークイベントもね。そういうイベントもたくさん、まあね、今からもあるんでしょうけども、これは営業妨害になるのではと。大丈夫ですか。あーい、すいませんですね、本当にね。わお。
本当すいませんでした本当、ね、大丈夫ですここ、ね、周り人全然いませんから誰もいないの半径300m 以内誰もいないこんなに声張れるところなかなかすごいよねマジでない、はい、いやまあ、そんなこんなでね、結構その動画的なもので言うと、すげえ感謝してるんですよ。その、マジで中国の皆さんが呼んでくださるのね。だから僕はほら、この、なんすか、その、パンデミックだったりとか、そのコロナだったりとかがあった中ではさ、その前は、もういろんな、たくさんの海外ね、いろんな国に呼んでいただいたんだけど、そのちょっとコロナが明けて、一番最初にその海外でこう呼んでくださってるのはやっぱ中国の皆さんだから、だからもうすごい行ってるじゃん去年から、まだ行くわけじゃん、ね、中国まだ行くのよこの夏だから行くねでもね、うん、アメリカにも行くんですよあ、ほんとちょっとアメリカでも動画撮ってくるからあもうそれは楽しみですねそこはもうちょっとまたちょっと違う意味で、ね、アメリカネタがねちょっとアメリカUSA! 使えなくなりますからね、音源入るとね。ダメだろ、めんどくせえ、世界だぜ。何がワールドは一つだ。なあ、これも使えないなんてな。それまず動きはいいんじゃないですかね。そう口パクでね。じゃあ、縁も竹縄、竹中直人っつってね。ああ、いいですね。もうね。決まった。どうせこの後もずっと回されんだろうまあね、もうちょっとね、ひとまずこれは ね、そうですね、そう皆さんにね、ちょっと見ていただいて、おまあ、面白かったら、ね、なんか、なんか、面白かったら何、金くれんの何これ、あ、いいねボタン何いや、そうですね、あの、いいねしていただければ。いいねしてくれればいいのでも、一回でいいですからね、あの、よかったからって何回も押すと消えますから。そうか。そう。一回奇数だね。そうそうですね。奇数で押してください。はい、そうです。偶数やと消えるから、ね。消えるから、ね。うん。よかったんじゃないでしょうかということで。頼むよ。つって。ありがとうございました。ありがとうございました。